続きましてタイトルマッチの調印式を行います。第19試合 K1 ワールドグランプリスーパーライト級タイトルマッチ、青コーナー挑戦者日本大和ジム大和哲也選手の登場です。赤コーナー日本 K1 ジム相模大野クレスト K1 ワールドグランプリスーパーライト級王者山崎秀明選手の登場です。ツーショットをお願いします。奥のムービーカメラにも視線をお願いします。ありがとうございます。両選手ご着席ください。それでは中村プロデューサーご着席ください。ただいまより K1 ワールドグランプリスーパーライト級タイトルマッチの調印式を行います。これより調印章へ署名をしていただきます。はじめに王者山崎秀明選手からお願いします。続いて挑戦者大和哲也選手お願いします。最後に中村プロデューサーお願いします。無事署名が終わりました。タイトルマッチ明日正式に行われます。それでは明日行われるこのタイトルマッチ、出場選手から試合に向けての意気込みを語っていただきましょう。 K1 ワールドグランプリスーパーライト級タイトルマッチ、赤コーナーチャンピオン山崎秀明選手お願いします。はい、明日に向けて、最高の準備ができました。チームはじめ、トレーナーはじめ、ファンの皆さん、関わってくれるすべての皆さんに感謝して明日は、リングに立ちたいと思います。今までは、挑戦者という形で、会見での怒りだったりとかそういうのに任せて、トレーニングやってきましたけど、今は、このチャンピオンベルトを守るという心境で、もう本当に、自分をしっかり追い込めて、最高の準備が、整いました。今は一番強いです。明日はご期待ください。よろしくお願いします。青コーナーチャレンジャー大和哲也選手お願いします。こんにちは、愛知県愛知県の日本を元気にする K-1 ファイター大和哲也です。そうですね、長いようであっという間だったこの数ヶ月を過ごしまして、明日に向けてこのように計量も無事終わって、いろんな感染対策もある中でこうして一緒にここに座ってられることを嬉しく思います。
まあ、今までいろんな選手と対戦してきてですね、まあ、海外の選手も含めていろんな選手と戦ってきましたが、山崎選手は過去最強の日本人だと僕は思っているので、過去最高の山崎哲也で挑んで、明日はしっかり勝ってベルトを巻きます。楽しみにしていてください。それでは質疑応答に移ります。ご質問のある方どうぞ。お二人にお聞きしたいんですけども、こう軽量と調印式を終えて、こう今はどんな心境なんでしょうか。まずはチャンピオンお願いいたします。まあ、終わっての心境としては、まあ、いつも通りなんですけども、まあ、一応相手が、山本選手ということで、まあ、いろいろ感慨深い思いはありますけど、まあ、自分の中では今ポジティブな気持ちでしかないんで、まあ、攻め気の気持ちで、明日証明したいと思います。大和選手。はい、そうですね、やっぱり、ひとまずホッとしている部分があって、今までは本当になんていうか、こう軽量が終わってホッとするだけじゃなくて、今はね本当に感染のこともあるので、まずこういうふうに試合を迎えられることが本当に嬉しく思いますし、まあ、いよいよだなと感じています。あと大和選手にお聞きしたいんですけども、先ほど、まあ、山崎選手はまあ、チャンピオンベルトを守るという心境でこうやってきたとこうおっしゃってましたけども、大和選手はこう試合決まってからどんな心境で練習を続けてきたんでしょうか。あ、そうですね、もちろん、ベルトを取るつもりでここに座ってますし、しっかり練習はしてきたんですけど、まあ、ベルトは今までもそうなんですけど、いつも持ってるんですけど、このチャンピオンに勝つことでおまけでもらえるものだと思ってるんで、まずはしっかり勝つことに集中して、ベルトばかり目をとらわれてですね、戦いに隙が生まれてしょうがないんで、しっかりまず勝つことに集中して、勝った次にベルトがもらえると思っているので、しっかり戦うことに専念したいなと思います。あと、まあお二人にお聞きしたいんですけども、まあいろいろな人がこう思い入れを持っているこうカードの中で、まあタイトルマッチとしてはこうどんな試合を見せたいと思っているのか教えてください。チャレンジャーから伺いましょう。大和選手。はい、そうですね、やっぱり山崎選手と僕との試合だと、やはり本当に一瞬も目を見放せれない試合になると思うので、皆様が期待しているような KO 決着で終わると思ってます。チャンピオン山崎選手。もちろん、まあ、トータルとしての試合もそうなんですけども、まあ大和選手としか見せれない試合を見せるというのはもちろんなんですけども、まあ、僕は、僕の試合をして、本当に、まだまだやれるのは強いなあいつっていう風なね、会場の皆さんに、見ていただけるような、思っていただけるような試合内容にしたいと思っています。またメインに続くね、アンボルキア、ノイリ正明、山崎秀明とのね、この試合の勝負論も内容も問われるところだと思うんで、もちろんタイトルマッチはタイトルマッチですけどね、まあ K-1 ファイターとして、そこにプライドを持って大会全体を盛り上げることを約束します。他にご質問のある方よろしいでしょうか。それでは両選手以上とさせていただきます。ありがとうございました。どうぞご講談ください。